どうも皆さん、みっちです。本日はヴィンテージデザインさんの工房に来ています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヴィンテージデザインの丸山です。和歌山の方に来ているんですけども、月光加工、はい、僕、まあ、ネットでは知っていたんですけど、叩いたことないんですよね、はい、で実際どういった花粉なのかなっていうのを知りたいんですけど、はい、実際なんかこう花粉の特徴みたいなのとかありますか？はい、ヴィンテージデザインの、月光花粉は、初めて花粉を叩かれる方が簡単に音が出るように、ちょっとした工夫を加えています。具体的には、はい、一般的な花粉っていうのはハードシェルに、ハードなヘッドあった状態の花粉が多いんですね、はい、でこれですとそのヒットポイントが間違うとやっぱ反応で手が痛くなるとか、はい、そういった声が、叩きかれて、はい、であればもっと叩きやすい花粉を作ってみようというところで始めました。まあ、花粉の強度の硬いのが多いと思いますけど、じゃあ全体的にはこう柔らかい、はい、そうです。箱なりするように、まあ、比較的柔らかい材料使い、はい、で断面は、ごく薄いものを使っています、はい、ただ薄いだけですとどうしてもその音が鳴らないという問題がありますので、はい、レフォーカフォンは、細胞をたわませることによって、はい、その断面に張力をかけて薄い材質になるようにしています。動画を撮るのでお話ししたんですけど、はい、その薄さがあるからさらにプラスいいことがあるっていうのがあって、はい、軽いっていうのが、はい、そうですね、世界で一番軽いと思います。僕もね、さっき実際ちょっと持ったんですけど、すごい軽いですよね。そうですね、やっぱ全体的にそれは薄くしてきたからっていう、はい、家具なんかでもよく言われるんですけれども、やっぱり薄くすればするほど強度の問題っていうのが出てくるので、はい、そこはすごく気を使って作っています。もともとその花粉っていうのは昔から制作されていたんですか？はい、花粉というよりも私は前職がデザインの仕事をしておりまして、デザイン、はい、そんな関係で海外で物を作ることもありまして、はい、イタリアの工房にもおりましたので、僕のイメージだとイタリアってすごいデザインの本場なイメージが。そうですね、本当にあまたデザイン、特にその世界中のありとあらゆるスタイルの家具を作っていますね、はい。はい、なんでまたその花粉を作ろうと思ったんですか？これがですね、もともとその花粉を初めて見たのがもう6年ほど前なんですけれども、神戸大学で実施されていた音遊びの会というところに遊びに行かせていただきました、はい、でその時にですね、障害を持ったお子さんたちが楽しそうに楽器を使っているのを見て、で中でもその花粉を楽しそうに叩いているのを見て、あ、これはいいなと、ああところで、はい、私の関わっておりました福祉施設の子供たちに、使ってもらったんですよ。でそんなところでちょっと問題が出てきたのがですね、硬い断面の花粉だったものですから、うん、どうしても手が痛いと、そうですね、はい、初心者の方だったら慣れてくれば全然大丈夫なんですけど、最初緊張してると手痛くなります。はい、でそんなところからこう柔らかい、だからの花粉ができないものかというところで、はい、作ってみようと思った次第です。結構種類も多いですよね。そうですね、今ここに並んでるだけでも、9種類ぐらい出てると思うんですけれども、はい、これ以外にも、いろんな企画は、はい、しておりまして、木製の打楽器がもっともっと広がったらいいなという、はい、そういう願いがあります。挑戦したいというか制作中の花粉とかあったりしますか？はい、ちょうど後ろにあるウェーブタイプの、あ、これですね、はい、ちょっとここなんですけれども、はい、まあ、いわゆるフラットな画面のものと違って、はい、このカーブさせることによってピッチのコントロールができると。ピッチのコントロール、はい、音が、え、これ裏面も叩ける？叩きます。おお、いいですね、やっぱ。そして軽いですね、めちゃくちゃ。とにかく軽いのが特徴です。僕一番これ見てて面白いのが、パッと見もうデザインのこれ大きいものに見えるんですよね。そうですね、僕最初見た時これ花粉だと思わなかったのでこういうものなんだと思ったんでね、大きいものっぽいね、そういうの作られたんだなと思ったのが僕の、そうなんです、面白
これはもう今ちょうど試作段階。まだテストしてる段階なんで。はい、先ほど紹介いただいた本の種類ですね。いろんな種類がありますね。この中で一番スタンダードは何になりますか？このタイプですね。この真ん中のタイプですね、はい、やっぱこれがこう一番薄い。はい、そうです。やっぱ薄いですね、この画面が。これ必要？そうです、これは小学校のご依頼で、うちのも、あと幼稚園のご依頼で作ったのが、はい、こういうタイプですね。僕も個人的にこのベースカフェがすごい気に入ってます。ありがとうございます。これだけ低音がね、こう出そうなやつはいいですね。ベースカフォンを製作されているメーカーさん少ないので、はい、やっぱりこういうのがあると僕的にはすごく興味が湧きますね。あ、すごい珍しい感じですね。先ほどこう飾ってあってもすごく綺麗なんですね。一回の一台欲しいですよ。玄関入ったらこれみたいな。はい、ありがとうございます。これはトラベルみたいなですか？はい、はい、カモンの中でも全面貼り付けなので、はい、箱なりがすごく綺麗にタイプのものです。普通のいいのはここにあるんですけど、これはもうこれはトラベルです、完全に。これは完全にトラベルですね。めちゃくちゃ薄いですね、はい、これどういった方が買われていくとか購入されていく方多いんですか？はい、レギュラーサイズを使われている方で普段の、手数の練習とか、あ、練習とか、はい、はい、そういった感じで買われる方多いですね。それとか、いきなり大きな顔も心配だから、はい、小さいのから始めてみたいという方も多いです。あ、じゃあ本当にこうちょっと気軽にやってみたいとか、はい、あとはその場所的な問題っていうか。そうですね、音の問題がやっぱりあるので、はい、練習できないからちっちゃいのにっていう方もいらっしゃいます。なるほど、そういった顔ですね。はい、この方法です。でここで全て製作されていく？はい、材料の切り出しから、はい、塗装まで全てここでしています。はい、ちょっと中いろいろ歩いてみていいですか？どうぞ。ちなみになんですけど、はい、レイヤーの方だといろんな技術だったりそういうテクニックっていうのが、まあ、伝えられたりするんですけど、はい、実はカフォンってこうなんだよみたいな裏話があったりします。実はこうみんなこういう風に使ってるけど、実はカフォンって本来こう使うよとか、実はこういう風なことをしないと低音が出ないよとか。そうですね、カフォンの低音の出し方として、箱の大きさと、はい、それから開口部の、面積が大体決まるんですけれども、はい、それ以外のところとその材質そのものの、振動数であるとか、はい、そういったものも、考慮してやっぱり作らなければいけないんですね。使ってる木材っていうのは基本的には何を使うの？はい、これは全て国産材なんですけれども、はい、北海道でシナという木をすぐそいで、それを、はい、貼り合わせて材料にしていただきます。オールハンドメイドですね。はい、そうです。1日でどれぐらい作れるんですか？そうですね、大きいのから小さいのまであるんですけれども、年間でやっぱり1000台ぐらい、っていうことは月に大体80台ぐらいが。結構大変ですよね。大変です。すごく忙しいです。そうですよね、はい、簡単にできるイメージを持ってる方もいるかもしれない。はい、ハンドメイドってなるとものすごい時間がかかりますよね。そうですね、材料の切り出しから接着、それから削り出し、研磨、はい、それに塗装の下地処理で中間処理、仕上げ処理まですると、はい、かなりやっぱり時間がかかります。それだけの工程があってあの音が出てくる。そうですね、本当に誰でも作れる楽器なんですけれども、この特徴を出そうと思うとその気を使わなければいけないところがたくさんあります。来るときお話しいただいたんですけど、はい、この建物自体もリフォームしながら今。そうなんです、3年前に、お借りしたんですけれども、その30年間使われてなかったをもう廃墟のようなビルだったんですね。全然そのように見えないですけどね。はい、自分で全て改装工事をして、やっとここまで来ました。すごい。じゃあこの塗ったのも全部、はい、もう一人で行ったんですか？はい、すごい。そういうなんかコンセプトみたいなのはあるんですか？はい、ヴィンテージデザインはやっぱり古いものをやっぱ蘇らせるであるとか、その新しいことだけがやっぱりいいという考え
方待ちでなくて、はい、長く使っていただけるようにモノ作りをしていきたいという願いを持っています。じゃあやっぱあの花本とかも、まあ、今こういろんな人が買っていってもうどん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 こう時代をこう重ねながら、はい、人に与えてほしいみたいなことがある、はいはいはい、ということでいかがでしたでしょうか。詳しい、詳細などは下の概要欄の方に入れておきますので興味のある方は見てみてください。それでは本日もご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。もちでした。バイバイ。さよなら。